皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、ダービースタリオン04、ダビスタ04の実況を始めていきたいと思います。興味くりばったりと始めていきましょう。本日はね、珍しくビールをいただいております。桜花賞の方ね、開催されるらしいですね。よかったですね。はいね、兵庫県もね、緊急事態宣言ですか、発令されてね、どうなることやとね、どうなることかと思ってたんですけど、無事ね、桜花賞は行われるそうです。はい、まあ、ちょっと桜花賞の予想っていうかさ、言ってたじゃないですか、桜花賞で買いたい馬がいるって、レシステンシア買いますよみたいなことを言ってたと思うんですけど、ダビスタで行ったんだったっけね。まあ、チューリップ賞ではね、3着に敗れましたけど、ちょっと緩いペースで逃げてね、まあ、緩いペースでどれだけ切れるのかね、試し乗りをしたんだと思うんですけど、まあ、それを受けてね、本番では、まあ、ハイペースで、ね、思いっきり行かせるだろうということで、まあ、ね、レシステンシアから軸で買いたいなっていう話をしてたんですよ。ところがね、中間ね、いろいろあって、ジョッキーがね、北村雄一ジョッキーから武豊ジョッキーにね、変更することになりましたね。はい。僕はもう北村ジョッキーでね、良かったと思ってる口ですね。はい。まあ、武豊ジョッキーね、まあ、桜花賞って言ったらやっぱり外差しなんですよ。レシステンシアには合わない、ね、レースになることが多いんですよね。まあ、それで、まあ、レシステンシアって言ったらね、ダイワメジャー3区で、まあ、同じダイワメジャー3区でしたっけね。いたでしょ。桜花賞で負けて NHK マイルカップで勝った、なんだっけ。ダイヤメジャーの子供でいたじゃないですか。名前出てこない。ごめんなさいね。メジャーエンブレムか。ね。似た感じだと思うんでね。桜花賞おそらく人気下げると思ってたんですよ。ところが、武豊ジョッキーがね、騎乗することによって人気もね、それほど、まあ、落ちないんじゃないかなっていうね。うん、それがちょっと、嫌な感じだなっていう。武豊ジョッキー、それでまたね、ね、先行していくか、逃げるかね、思い切ったペースで逃げるかどうかっていうのもわからないしね。うん。もちろん、桜花賞っていうのは、外差し有利っていうのは、ジョッキーの頭にあると思うんでね、試しに刺してみようとか考えるかもしれませんしね。ちょっとね、僕は、っていうところですね。はい。まあ、それで、福永くんの起用するね、まあ、4週連続前が詰まってるらしいですけど、まあ、クイーンカップ勝った宮間桜とね、穴はその2着の、何でしたっけ、クイーンカップ2着の馬いましたよね。あの馬が結構穴になってくるんじゃないかなって思いますね。はい。あ、ゲーム始めていきましょうね。はい。今ね、やることないですよね。まあ、繁殖牝馬セールで牝馬を買って、現在繁殖牝馬が、まあ、7頭いるんですよね。これ以上買う必要はないですかね。はい。まあ、それでね、前回、自信満々にさ、なんか言ったじゃないですか。あ、もういないんだね。いつの間にかいなくなったの。まあ、秋田小町は死んでしまったのかな。どうなんですかね。秋田小町のことね、シンボリ・リュドルフのお母さんだと自信ままに言ってしまったんですけど、あれ間違いですね。まあ、すぐね、お気づきになられたと思いますけど、もちろん東海帝王のお母さんですね。はい。うん。それで、メセヌじゃねえ、ごめんなさい。メセナがね、サイレンスズカのお母さんだそうです。うん。まあ、それで、まあ、浜のフリージアが西のフラワーのお母さんと言ってたんだったっけ。コンスタンタンがね、メジロブライトのお母さん、レイル・デュタンでしたっけね。メセナはだから、ワッキアか、サイレンスズカのお母さんと言ったらね、はい、モデルがいるみたいです。はい。まあ、今、ね、選択したなっていう、始めていきましょうね。前置き長いね。まあ、それで今、現役馬いないので、まあ、マクナリの子供を走らせたいと言ってたんですよね。うん。まあ、一歳馬、マクナリの子供いる？いない。あ、いますね。はい。いや、まあ、9月、あ、種付けですね。その前に。種付けまで進めてきます。まあ、サクッといきましょうね。はい。ギルテッドタイムいりません。10億円しかないんだね。ちょっと、やばいかなっていう。やばくはないか。ね。はい。まあ、そろそろ生まれますかね。よーし。まあ、名前はね、適当にいきます。ちょっと名前の方が枯渇していてね、付ける名前ないんだけど。まあ、適当にやっていきますね。はい。うん。うん。さて、種付けしましょうかね。うん。まあ、どうしましょうかね。コンスタンタンね、二陣スキー持ってましたっけ？マルゼンスキーだから当然持ってますよね。マコナリとぴったり合うんじゃないかなという。ね、血統的にも二陣スキーのクロスがあるんでね。うん。まあ、グロースタークあたりは、
あ、長距離向きなんだ。これいいね。ね。グロスタークのクロスもあるんで、スタミナつきそうですね。これね、最高にいい配合じゃないかなっていう。これでニックスが来たら最高なんだけどね。ニックスではないよね。ノーザンダンサー系と、ごめんなさいね。超マグナレって親父誰だったっけ。これシボバーの血統は見れないの。ちょっと調べていいですかね。ごめんなさいね。はい。超マグナレ、ヘイルトゥリーズンだ。ね。あ、ナリタブラーの子供なんだね。だから、ね、ヘイルトゥリーズンとノーザンダンサーだったらニックスつくよね。ニックスプラスだから、これ、いい配合だね。いい配合だね。ね。浜のフリージャー。これがね、二周のフラワーのお母さんだって言ってましたね。まあ、母父、団地比だから、まあ、短距離バーなんだろうね。うん。まあ、マコナリつきます。ね、超モテモテのマコナリね。これがノーザンダンサーのクロス。ニアティックあるんでね、ニアティックスピードの効果もあるんで。あ、それでユーコスキーね。ユーコスキーも、まあ、4歳になったんで、助けできるですよね。はい。マコナリつきます。うん。まあ、二人スキーのクロスあるんですよね。最高ですね。ね、サクサク、ちょっと馬が多くなりすぎですね、これね、うん、もうちょっと少ない方がやりやすいなっていう。まあ、どんどん進めていきましょう。まあ、それでね、FF7 のリメイクがね、もうあさってですよね、うん、楽しみだなっていう。それでね、ちょっとニュースが入りましたよね。あの江頭2時50分さんがなんか FF7 リメイク実況するらしいですよ。江頭さん実は FF のファンでなんかフィギュアとか買ってたんですよ。それ初耳だったからちょっと驚いたんだけど、まあ、俺も見てみようかな。やっぱりね、江頭さんがどういうゲーム実況するのかっていうのはちょっと見てみたい。興味ありますよね。うん、楽しみだなっていう。僕だから最近のゲームって言ったらさ、ゲーム実況見ながらね、あの僕のプレイも楽しむっていう形なんでね、ソウルシリーズとかそんな感じなんで、まあ、江頭さんの実況プレイを見つつ参考にしながら FF7 リメイクをプレイするっていうのも、まあ、楽しいかもしれません、ひょっとしたら、うん、おーいいね。サンデーサイレンスの 4×3 モーニングコーヒーと、これでもね、あのヘイルトゥリーズンとヘイルトゥリーズンだね。はい。勝間勝丼プリンスリーギフトと、プリンスリーギフトと、まあ、ヘイルトゥリーズのね、ニックスはないですからね。はい。OK。全部超マコナリア。メセナだけね、ターミネーターつけて大逃げ場作ったらどうですかっていうコメントがあったんで、まあ、それもいいかもしれませんね。ね。さて、メセナもね、男の子、マカロン。うん。さて、これで全部ですかね。はい。マカロンもね、二人スキー持ってましたよね。マルゼンスキーの子供なんで。ねえ、ぴったりじゃないですか。ニックスもアリーノ。インブリードもアリーノ。ごめんなさい。はい。ニックス、アリーノ。インブリード、アリーノでしょ。ねえ、クロスがあったらクロス先に言われるから、ニックスってね、隠れてしまうんだよね。なんとなく覚えてるわ、そのあたり。まあ、それでメッセンはね、ターミネーターつけましょうか。はい。ね、サイレンス鈴鹿みたいなオーディゲーバーね、生まれてほしいよね。うん。面白い配合。面白い配合ってだから、さ、ウィポでいう血脈活性化配合でしょ。合ってたっけ。ね、違う系統の馬を8種類中6種類だったっけ。違う馬でね、揃えて、違う系統で揃えて、確か難しい配合ってそうだったよね。ね。だから結構配合理論ってさ、ウィポ、ダビスタのパクってるよね。インブリートってやっぱり初めてゲームに取り入れたのはもちろんダビスタでしょ？ね。まあ、インブリートなんて絶対ね、競馬では当たり前にあるものだからね。初めて取り入れたっていうのはおかしな表現かもしれないけど。うん、まあ、富士体だったら富士体でいいよね。ちょっとまあ多すぎるんで。一切は行きません。9月からだよね。もうすごい混雑しますね、牧場。さて、これでね、ちょっと見ましょうね。コメント確かめてきます。まあ、一切は1、2、3、5とね、はい。覚えられるでしょうか。
おスタミナ来た。メセナとダンスホール、スタミナか。これスピード来たら走らせた方がいいのかな？どうですかね？ああ、気象難はちょっと難しいですね。これはやめようか。引退しようか。ね、はい。ねえ、ミッションフラワーの、だから、ね、妹になるんですけど、ちょっと希少なのはね、育てません。はい。やっぱり、引っかかるか引っかからないかって、このダビスはかなり重要なので。まあ、牧場でね、楽しんでください。まあ、これでね、4頭になったのかな。もうちょっとね、調べやすくなりましたよね。めくっていきましょうか。ダンスホールとメセナって言ったらどういう配合ですか？メセナって言ったら、あ、ミス脇って言ったらミスプロでしたっけ？ね、まあ、ちょっと確かめてみましょうか。ミスプロやね。ミスプロでも距離が持つミスプロですよね。ね。まあね、この辺り退屈ですけどね。最近もね、読書はしてますよ、読書は。かなり読んでるね。面白い本があったんだけど、まあ一回俺が紹介してもしゃあないな。しゃあないでしょ、俺が紹介してもね。言われないね。格差の本とかさっき読んでてね、格差の本の中に、だから、投資の考え方とか載ってて面白かったんだけど、だいぶ覚えてないよ。新書だったと思うんだけど。まあ、それでね、株価の方がね、まあ、先に触れてますけど、ね、どうなんですかね。これから不景気本格的に迎えるのか分かりませんけど、株価の方がどう動くのかっていうのは、ちょっと興味深いですよね。スピード来たね、ターミネーター、ピアリツァ。これ走るんだよ。頻繁だね。だからね、ね、今回、まあ、暴落したわけでね、まあ、これからね、下げ止まりになってるかっていうのは分からないんですけど、ね、ネット証券のさ、新規開設のね、人数が過去にないぐらい最高記録だったんでしょ？増えたんでしょ？ね。ひょっとしたらだからね、コロナ騒動がさ、落ち着いて、景気もね、回復具合になってきたら、またバブルとかあるのかな？どうですか？今すごい、投資に興味持ってる人多いって聞くんでね。YouTuber とかも散々ね、話してるんで。僕もそれに期待したいなっていう。あ、ごめんなさい。行きましょうね。投信とかね、今、いいんじゃないですかね。安く買える時期ですからね。そんなね、僕もだから1月から投信買ってて、まあ、暴落をさ、経験しましたけどね、現状、これから先どうなるかわからないけど、現状では、まあ、大したことないですよ。一番広い時で、33%。まあ、3分の、2ぐらいにはなったかな。3分の1減って3分の2ぐらいにはなった。一番ひどい時で。でも今回復して、マイナス 15% ぐらいじゃないですかね。ね、そんな大したことないですよ、はっきり言って。まあ、個別株とかだったらね、もっと減ってるとかあるかもしれませんけど、投信とかね、はっきり言って、大したことないなと思いましたね。競馬の方がよっぽど怖い。昔だったら、そういうニュースもさ、なんか、株価暴落って言ったら、それだけ取り上げてね、情報っていうのは出回らなかったじゃないですか。今、情報っていうのが出回っていて、実は暴落時っていうのは、買いのチャンスなんだぞっていうことがみんなね、知れ渡って、ね、あ、大丈夫ですか。ね。大したことないんだなと思いましたね。正直なところ。まだこれがね、そこかわかりませんけど、そこには、もうちょっとね、僕は落ちてほしいだから。安くか。お、勝負根性来たね。勝負根性来たらダメなんだよな。勝負根性はね、ない方がいいんですよ。ね、大逃げしたいからね。全然コメント言われないね。ね。参ったな。スタミナ来ませんかね。これ、ターミネーター、ピアレスは育てる。ね、勝負根性と、スピード言われたからさ。また、山菜戦なら取れるかもしれないんで。まあ、だから、秋華賞、桜花賞、阪神ジュベナイルフィリーズ取ってないんだよね。そのあたりを、狙いに行かせてもいいのかな、っていう。ね。あ、スタミナ来ましたよ。
あ、これスタミナは言われてたんだね。スピードは言われてないんだ。うん。うん、これ同じパターンだから、こういう時は見てもしゃあないんだよね。うん。違うパターン、パターンがあるんでね。うん。だから出てくるのは一緒だよね。最初のパターンとね。なんだ、どう説明したらいいのかわからないけど。だから8パターンしかないんだよね。確かそうだったと思うんだけど。ね。あ、体質が弱い。これもダメやな。これ育てませんね。はい。これ違うパターンでしょ。初めて出たパターンじゃないですか。ね。これが8パターンあると思うんですよ。うん。来い。来ないか。まあ、スピー根性だけですかね。うん、この2頭はダメやね。ね、走らせると、あ、スピードね、これは言われてましたね。はい。まあ、ターミネーター、ピアリツァだけちょっと走らせましょうか。ね。まあ、それで、まあ、デビューまでね、もう大き、あの、調教はさ、全部任して、ね、これも初めてのパターン。そんなことないか。あ、初めてのパターンじゃないね。うん。ごめんなさい、もう16分も経ってるって。ゲーム全然進んでないな、今日。ごめんなさいね。まあ、ウィップの方ね、あの、しばらくずっと続けてたんですけど、まあ、一段落というか、そう、収益ね、収益の話、まあ、正確な収益とか言いませんけどね、はい。まあ、池早さんとかさ、モフモフさんがね、あの4月になって収益が爆減っていうのかな爆減しているっていう話なんだけど、僕もね、あの、4月になってからまあ落ちましたね。うん。まあそれで3月普通に良かったなっていう。3月から4月っていうのはまあ落ちる時期なんでね。まあ、ね、通常通りかなと思ってたんだけど、4月5日からね、日曜日だったっけ。あの時収益めちゃくちゃ減っててびっくりしたわ。YouTube ってね、そういうコロナとか関係ないなと思ってたら、やっぱり影響出てきましたね。広告量が減ってるのかな、不景気でね。びっくりするぐらい減ってたわ。これから YouTube も冬の時代ですかね。僕はまあね、まあ、暇なね、生活を送ってるんでね。はい。まあ、それで、まあ、楽しんでるね。本人、実況とかすごい楽しいから、全然苦にはならないんですけどね。やっぱ、お金が入ってきた方が全然やりがいはあるよね。うん、まあ、仕方ねえんだけど。うん、まあこれもうダメやな。ターミネーターピアリサだけ入居させよう。うん。ちょっと長いことね、尺取ってしまいましたけど。これね、不健康なんで、はい、引退です。うん。もう牧場いっぱいになるんじゃないですかね。こういうの、かわいそうだからさ、馬とかさ、売れないじゃん。それでなんか、ね、牧場増えるんだよね、これ。すぐいっぱいになって。勝手にさ、なんか、引退させたら、勝手に売られるんだよね。まあ、かわいそうっちゃかわいそうだよね。はい。まあ、まこなみの子供だ、あかんな。ねえ。あ、これ、間違えた。これ、え？あ、合ってるね。はい。合ってる合ってる。間違えたかと思った。うん。冷やせ、たらり。うん、このままね、売りまーす。うん。こんなクリア回数はほんとすぐいっぱいになるからね。うん。難しいですよね、牧場経営はね。僕は牧場経営なんで何一つ知りませんけどね。うん。これ入居させまーす。まあ、藤枝さんでね。藤枝マジック最近使ってないね。うん。名前何にしようか。シンギュラリティ、ターミネーター、イーロン・マスク。イーロン・マスクにしようか。最近なんかトヨタとなんか、車のなんか本読んでてね、テスラっていう企業あるんでしょ、電気自動車の。イーロン・マスク、その社長ね。宇宙開発とかやってるらしいけど、ね、すごい人らしいですね。イーロン・マスク。
名前がかっこいい。顔もね、なんかすごい映画俳優みたいなおっさんですけど、かっこいい人ですね。うん、名前がかっこいいよね。これ本名なのかな、イーロン・マスクって。タイガーマスクみたいなさ、プロレスラーみたいな名前なんだけど。アベノマスクでもよかった。アベノマスク。アベノマスクの方がよかったか。うん。ちょっとこれ自動なってるよね。自動なって32年か、まだまだ32年なんですね。まだまだやな。うん、まあ、自動じゃねえよ。自動ね。通常メニュー OK。回していきましょう。まあ、これまた短付けだな。ね。ごめんなさいね。はい。退屈だよね。まあ、継続しまーす。はい。まあ、繁殖キーマセールいらないな。もう7頭もいるからね。これある程度売ってからさ、一気につけようか。めんどくさいよね。まあ、こなりだからいつでもつけれるし。うん、まあ、早くね、レース見たいですよね。まあ、どんどん進めていきましょう。まあ、全部まこなりでいいね。ね。うん。おー、一気に生まれたね。4月の一周っていうのはやっぱり一番多いのかな。誕生日っていうのがね。うん。まあ、4月中にはつけたいよね。ね。もうつけようか。あ、全部空いてるね。全部ね、まこなりでいきまーす。もうまこなりにかけたみたいだね。冷やかでさ、なんか失敗したじゃないですか。あの、ラムタラで。全部ラムタラつけたのかな。ラムタラに かけたとか言ってね、全部ラムタラつけたら、まあ厳しくはなるよね、走れなかったらね。うん、そういう状況ですね。ね。まこなりにかけたみたいな。まこなりさん怖いよね、なんかね、でもなんか。あの人だから結構ね、きついところあるんだと思いますよ、僕は。厳しい方なんじゃないかなっていう。ね、信念があると思うし。うん、ああいう方なのかな、やっぱね、資本主義社会で成功するタイプって言ったら、ああいうやっぱり厳しさをね、なんか持ってないと、うん、まあ、嫌われてなんぼだとかも言ってたしね、うん、協調性はあるのかないのかね、どうなんですかね、うん、まあね、ワンマンにはならないでほしいですよね、うん、まあ、部下の意見もね、聞いたりしてるっていう話は結構聞くんでね、うん、自分で言ってますからね。自分で言ってくるからどんな具合か分かりませんけど、うん、まあね、衝突することも多いっていうね、まあ分かりますね。そういう人じゃないとやっぱりリーダーとかなるべきじゃないのかもしれませんね、うん、うん、全部まくなり破産しても知らないよみたいな。まくなりにかけたみたいななってますね。ねえ、さて、イーロンマスクね。イーロンマスク。デフベゾスとかさ、あの、Google ラリーページだよね。ラリーページとかつけたら、なんか、あれだね。収益化停止とか食らうかな。パンとかね、食らうかもしれないね。さて、任せ、4月か。もうちょっと見ようか。はい。何やってんの、イーロンマスクは。うん。まあ、これ反路、頭低いね。頭低い馬って、やっぱ、勝負根性、高いんだよね、確か。かっこいいね、これ、まあ。首短い感じがするけど。芝馬なりでもスピードアップしたよね、確かね。うん。イーロンマスク。かっこいいよな、なんか。ロビンマスクとかさ、タイガーマスクとか。パッと見たら、プロレスラーだと思いますよね。トヨタ自動車とね、だから電気自動車が将来どうなるのかって、自動運転とかね、ちょっと興味あるんで読んでたんですけど、面白かったな、意外と。安かった、なんかセールで250円ぐらいで買っ
ったんですけどね、今だから電子書籍とかセールで読めますからね、いいですよね。未処理か行こうか、はい、未処理のがレベル低いんでうん、乗るジョッキーが村田だぜに行こうか、ホンダジョッキーに乗ってもらおうかな、ベテランのね、はい。だからあのトヨタとね、なんかグーグルの本かな、それだから、まあ、2014年の暮れの本なんでね、まあ、これ前読んだんだけど、まあ、最新の、ね、あのデータではないので今どういう風になってるんですかね、ちょっと興味あるんですけど、うん、翌週ね、うん、だからさ、あのトヨタなんかでもさ、自動運転じゃなくて電気自動車がね、あのシェア取るような世の中では、今までガソリン車売れなくなるわけじゃないですか。そうなってきたら工場をね一から変えないといけないわけですよ。そこにやっぱり新規のね、あのイノベーターのチャンスがあるっていうふうに書いてましたね。そこでだから Google もね参戦するかもしれないっていうね。それ今どうなってるのかな、昔なんかそういう話聞いてたんだけど、今どうなんですかね。外枠ですね。まあ奥見ていこうか、イーロンマスク。これ牝馬だったっけ、そういえば牝馬にイーロンマスクってつけたの、これ牝馬だね、これなんで今頃気づいたわ。追い込みレース、まあ、ちょっと能力もなさそうなんで、すぐ引退させましょうか。ちょっと厳しいね、これでは。この未勝利戦でこの収集ってのは厳しくないですか。牝馬に間違えてつけてしまったし、おお出遅れか。まあちょっとね、あの余興ですね、はい、余興。うん、まあこれではね、まあ勝てませんよね、ライバルね。まあ、未勝利戦なんかそこまで強いのはいませんよね、おそらくね。あ、でも来ましたよ、来ましたよ。させるんじゃないですか、一気に来ましたよ、真ん中割ってね。あ、でも伸びませんね、やっぱ直線はね。はい。未勝利戦でね、この、シェリル・ウーマンとかすごく走る馬ですよね。どうなんですかね。ちょっとこのまま走らないかな、ね。難しいですかね。まあ、気象が荒いから収支がつかなかったっていう可能性が、あるんでね。2戦目で変わるかもしれません。はい。2戦目いきます。ちょっと牝馬につけてしまったっていうのが残念ですね。はい。牝馬とボボはね、考えないといけませんよね。まあ、任せます。そうだ。俺外してたな、そういえば。ごめん。引退させようか。外してたわ、そういえば。まあ、ダートいっぱいね。はい。状態どうですか？うん。まあ、調子はね、そこそこいいのかな。ね。うん、まだ太いと。前走もちょっと太めだったんですかね。ね。今日はね、ビールを飲んでるって言いましたけど、俺ダンス第3のビールから朝日オフって言ったらね。うん、状態いいですね、使いましょうか。輸送でねちょうどよくなると思うんでね。はい、まあ、ダートじゃなくてね、足場ありますね。小倉活性マーツ未勝利戦、あ、本田さんでもいいですけど、まあいいか、行きましょうか。はい、翌週ターミネーターって言ったらね、下回ってねえな。ターミネーターって言ったら大逃げ場だったんでね。まあでもこれまで勝負根性あるから大逃げ場にはなりませんよね。ねえ、うちは来たね。3番の馬でしょ。マヨのジャックラル、下回ってね。マヨのジャックラルとかも記憶してるな。ねえ。まあ一番人気ですね。走るのかな、これひょっとしたら。イーロンマスクで。まあ、まあ結構いい収支ですね。まあ、折り合いがつくのかどうかね。差しでいかせます。はい。レース。
もう30分ですね。ちょうど30分だ。まあ、いったな。全然進んでないのに。あっという間ですよね、30分ってね。うん。折り合いついてますよ。うん。まあ、うちは聞いたんで、まあ、ここはね、圧勝してもらわないとね、困りますね。はい。ちょっともうちょっと長くやろうか。旅さ30分って決めてるんですけどね、大体。さっきウイポの方長すぎますかね、1時間とか。まあ、常連の方はね、まあ、一度止めてもさ、続きを見れるっていうのがいいですよね、YouTube ってね。うん、続きから始まるんで、まあ、問題はないかなと思うんですけど、その分視聴回数も稼げるんで、いい作戦ですねって言われたことあるんですけど、コメントで。ね。粘ってくれ、ちょっと、いまいちスピードないですね。粘ってくれ、粘ってくれ、なんとかなんとか、なんとか、なんとかなんとか。うん、まあ、勝ちましたね。OK。うん、まあ、でも強さはね、そんなに感じませんね。うん、500万で果たして、どこまでやれるかね。もう一戦使います。はい。まだワンチャンありますよ。ね、ワンチャン。もう一戦やりますか。はい。うん。まあ、スタミナ言われてないけど、そこそこあるでしょ。さすがにターミネーターの子供だからね。うん。さて、コメントの方もね、確かめていきましょう。一サイバーは ?1、2、3、4、5、6。うん、クリスタルグリッターズ。このあたりもね、まあ、まあ、育てなくていいかなっていうね。マコナリ育てたいんで。マコナリでまだコメント出た馬はいないような、いたっけ?いないよね。勝間勝蔵の子供か。楽しみやね。ね。浜のフリーチャー。これが、ね、お姉ちゃんだったっけ?希少な。うん。おスタミナ来たよ。スタミナつくよね、やっぱり。マジェスティック、ね、西のフラワーのお母さんでもスタミナつくっていうのは、やっぱスタミナは間違いなくつくね、マコナリは。うん。マコロンもつくでしょ、スタミナは。スタミナつきやすいと思うんですよね。ニジンスキーのクロスとかあったらね、やっぱりスタミナつきやすいですよね。うん。うん。あ、トカゲの子供つけたんだ。ひろゆきトカゲ。メッセーナと。このまま距離持つのかな?どうですかね?かわいいね。なんか首の動き。早熟だ。ね、ひろゆきの子供、早熟なんだろうね。お、マコナリ足毛ね。ちょっともう一回見直します。うん。あ、浜のフリーじゃない。これスタミナ言われたんだよね。あとは言われてないね。はい。おー、いい、いい。さて。イードマスクのね、500万最後に一戦して終わりましょう。調子崩したかよ、おい。まあ、このあたり、頭数が多すぎたらね、ちょっとめんどくさいですよね。あまり出ませんね、コメント。来たね、マコナリスモーニングコーヒーね。やっぱりスタミナつくよね。うん。うん。まあ、このあたり販路で回復しましょうか。はい。あ、こういうのはやっぱり藤枝マジック、でもガレすぎてた時藤枝マジック使わないよね。自分で回復した方がいいかな。450キロ、何キロがベストですかね ?454 か6ぐらいですかね。うん。ちょっと藤枝マジック使いましょうか。長くなるな、これは。うん。藤枝マジック使います。やってくれないからね、でも、ガレてるときね、確か。うん。まあ、行きましょう。
見たっけ見てなかったっけ、どっちだったっけ、覚えてねえや。うん、見てないね、このパターンは。あ、見てるね、ごめんなさい。ごめんなさいね、ちょっと多すぎるわ、これ。1、2、3、4、5、6頭でしょ？ちょっと任してもいいかな、任そうか。今任したんやな。うん、適当にやってもらおう。うん、さて、35分ですか。ちょっとね、長くなるよね。まこなりでスピードがなかなかつかないかもしれませんね。これ、勝負根性ね。はい。ひろゆき根性あったからね。これで終わりだよね。はい。丈夫と。まこなりスピードつかないかなっていう不安がありますね。あ、マカロンもスタミナ来ましたね。はい。あ、早熟なんだ。早熟ってことはやっぱり、スピードはね、つかないとまずいですよね。これちょっと忘れてたな。見るの。ほんまいいね。引退させようか。まあ、後でいいや。あ、イルマスク、5レース出ますね。楽しみだ。ダートってことないよね。まさかね。スタミナしか来ませんね。難しいなーっていう。さて、今回ね、これ最後のレースにしましょうかね。500万だよね。サフラン賞、芝やね。まあ、ここでどういう結果を見せるかな。ここで勝てばね、もちろん G1、次は G1 重賞ということになりますよね。あ、1番人気だ。ね、走り寄るね。1枠だし。まあ、これ差していこうか。タカラサイゼンスそこそこ強いからね。これだから、牝馬 G1 ならやれるかもね。ね、チャンスあるかもしれない。タカラサイレンスって言ったら、まあでも G1 馬でも何でもないんだけど。まあ大して強くはないな。行きましょう。ガチンコやね。内枠の分勝てるんじゃないの。まあこれさ、最近のダビスタだったらさ、ダビスタ DS とかダビスタ 3DS だったら、差し先行して前に行ったらアウトなんだよね。それが、だから、プレス2版のさ、ダビスタ04ではね、ないんで、まあいいですよね。前行った方が全然有利なんで、最終までね。ダビスタ 3DS はひどかったね。ねえ。出遅れるなーって思うなら普通じゃないですか。好スタート切るなーって思ってしまう。それが僕はね、もう嫌になって、4日で降りましたね。ダビスタ 3DS は。いけいけ頑張れ粘ってくれ粘ってくれ無知叩いて粘ってくれ。これ干渉じゃないですか。外から宝サイレス頑張れちょっと最後まで粘ってくれ。スタミナはあるのかよし、勝ったんじゃないの。よし、勝った。なんとかしのいだ。まあ、これでね、重賞ですね。次はね。はい。今回これで終了します。楽しみがね、出てきました。まあ、これでちょっと放牧出した方がいいかな。ね、今10月の2週だったっけ？ね。微妙ですよね。10月2週でしょ。まあ、放牧出して11月2週。まあ、いいか。ね、はい。まあ、というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。